公衆アジア大会、卓球は30日、女子ダブルス準々決勝に張本美和、木原美優ペアが出場。世界大会2連覇の中国、孫栄社、大番行ペアを3対1で撃破。15歳の張本、18歳の木原がシングルス世界ランク1位の孫、同3位の王のペアを撃破するという大金星を挙げ、銅メダル以上が確定した。X、旧ツイッター、Twitter の日本人ファンも行天張本は、あれで中3の15歳だなんて、こんな日が来るとは思ってなかった、などと興奮と歓喜の声が並んだ。画像、かわいい、ママも美人で素敵張本美和が母と大阪の名所を訪れたプライベートショット日本の若き2人が大金星を掴んだ。地元、中国ファンが大勢詰めかけ、かゆ、の大声援が降り注がれるアウェーの雰囲気。 1> 第1ゲームはいきなり互角以上に打ち合って11対9と選手した。第2ゲームは女王の貫禄を見せつけられて5の11で落としたものの、第3ゲームは11対7で奪い、メダル確定に王手をかけた。迎えた第4ゲーム、9対9と同点で迎えた場面で長本が得点を奪ってマッチポイントを迎えると、最後も日本がポイントダッシュ。3対1で勝利した2人はガッツポーズを作り、 ハグで喜びあった世界最強の中国ペアを日本の10代の2人が打ち破るという歴史的な勝利。X 上では、張本美和選手、あれで中3の15歳だなんてこれから楽しみすぎる、コメントめっちゃしっかりしてんだびっくりした、こんな日が来るとは思ってなかった、天才やん世界最強の中国ペアに中国で勝つって、 凄すぎますね、完全アウェーで勝ったのは大偉業。などと興奮の投稿が相次いでいた。試合後のインタビューで長本は、しっかり調整して、ここまで来たからには目指すは優勝、と語り、木原もここまで来たからには優勝を目指して頑張ると決勝へ向けて意気込んだ。日本勢の女子ダブルスのメダル獲得は、福原愛、石川霞ペア、藤井宏子。 若宮美佐子ペアが銅メダルを獲得した2010年の公衆大会以来13年ぶりとなった。準決勝では韓国ペアと台湾ペアの勝者と対戦する。